皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。ネット炎上事件簿ということで、高橋洋一教授、内閣官房参与の高橋洋一教授が、日本はこの程度のさざ波、これで五輪中止かという、笑いということで、この投稿がですね、大炎上しておりまして、内閣官房参与を辞めるべきだという話になっております。この投稿について解説をしていきたいと思います。まずこの高橋陽一さんという人物ですけれども、今は大学の教授ということで、数量政策学者、財政金融ということで、医療関係の専門ではない、コロナとかの専門ではないけれども、内閣総理大臣をですね、補佐、あ内閣総理大臣補佐官付き参事官、なんていうものも入っておりますし、これは役人の時はという感じですかね。で、今現在は、内閣官房参与ということで、実際にですね、非常勤の国家公務員として、国の政策に関わっている立場だというところもあるので、炎上しているということになっていると思います。で、まずこの発言ですけれども、まず日本はこの程度のさざ波っていう、この発言にムカッと来てる人いると思うんですけれども、日本は確かにさざ波なんです。で、これ、実際にこの高橋氏が、添付しているグラフですけれども、見ていただければ分かる通りですね、人口あたりのコロナ感染者数ですかね、これ見れば分かる通り、日本はごくわずかです。例えばインドがすごいとか言ってますけれども、インドとか、フランス、それからドイツ、イタリア、アメリカなんかは、日本よりもはるかに数倍、数十倍、感染者数が出ているわけですね。それに比べれば、日本は人口あたりの感染者数はめちゃくちゃ少ないので、日本はこの程度のさざ波ということは、これは問題ない。なので、ここのさざ波で、何がさざ波だって言っちゃう人はダメなんです。ただ、このさざ波が問題じゃなくて、このさざ波で笑っちゃってるところと、さざ波なのにお前の立場は何なんだよっていうところが、問題なのかなというところです。で、これ、私自身ももう何度も言ってますけれども、欧米と比較して、他の外国と比べて、日本は感染者数めちゃくちゃ少ないんですね。にもかかわらず、何が問題なのかっていうと、こんな感染者が少ないのに、もう大阪なんかでは、医療崩壊といっても過言ではないようなことが起きているわけです。何をもって医療崩壊するのかっていう議論はありますけれども、大阪で言うのであれば、入院したくても入院できない。で、そのせいで自宅でコロナで亡くなってしまう人もいる。もうこれ完全に医療崩壊ですよね。本来なら、病院で受け入れて治療を受けられるはずの人が、もういっぱいになっちゃって、自宅で待機してて、その間に病状が悪化して亡くなっちゃうと。これはもう完全に医療崩壊。で、結局、欧米では日本の数十倍もの感染者がいるにもかかわらず、医療崩壊にはなってないわけですね。もちろん、その医療のどれだけ、手厚くやるのかっていう問題もありますけれども、結局ですね、何が問題なのかっていうと、さざ波程度の感染者しかいないのに、日本はなんで医療崩壊するのかっていうところが大問題なわけですよ。で、だから、このさざ波程度だけれども、この医療体制をどうにかしなくちゃいけないわけですね。それを、政府に関わっている内閣官房参与という人間が、いや、さざ波程度でそんな五輪中止なんてつって笑いをつけるっていうのは、これはお立場としてどうなんですかという話ですよね。さざ波程度なのに医療崩壊してる、それをどうにかするのがあなたの仕事なんじゃないですかっていうことです。経済の専門家ということなので、別にね、この医療なんかは関係のないのことなのかもしれませんけれども、いや、さざ波程度だからって言って、重症者は実際に今1000人出ていて、自宅で亡くなる人もいるわけです。その状況の中、この笑い2つというのもやっぱり大きな問題になったんじゃないかというふうに思います。
まあ、というわけでですね、さざ波程度と言っているのに反応してはダメで、さざ波程度っていうのは間違いないんです。この人の言っている通りなんです。で、この人が内閣官房参与じゃなくて一大学教授として、ね、こんな程度で五輪中止ならって言って笑いをつけてるんだったら、まあ、一意見としてそういう意見はあるよねって言って流せると思うんですけれども、さざ波程度で今大阪は完全に医療崩壊している中、そんな中で内閣官房参与という立場でそんな笑ってる場合なのかっていうのが、まあ、批判されているということで、まあ、これはですね、やっぱり当然なのかなというところかなというふうには思います。まあ、というわけでですね、まあ、この方が単に一大学教授として発言をしているのであれば、まあ、別に何ら問題ない発言だと思うんですけれども、さざ波程度でって言ってる割にこんな程度で医療崩壊しているのにもかかわらず、まあ、非常勤の国家公務員として内閣官房参与として政府に関わってるのにどうにかできないのかバカ野郎っていう話がやっぱりここのポイントなのかなと思うので、まあ、これ本当にですね、これ内閣官房参与じゃなければ、別になんてことなかったんですけれども、まあ、そういう立場の人間が言っていいのかっていうところが分かってないところが、まあ、炎上した理由なんじゃないかなと思います。まあ、それにしてもですね、もうこれはもう今言ってももうどうしようもないんですけれども、日本が1年経っても本当にさざ波程度の感染者数にもかかわらず、この程度で医療崩壊してるっていうのは今まで何やってきたんだっていう話で、だからこそ政府何やってるんで、じゃあ政府に関わってるお前何やってるんだっていう話に、まあ、つながっていくんじゃないのかなというふうに思います。